ます。なんすかこれ？あ、カレー。青いカレー。すごい、今見つけましたけど、ロープウェイ乗車待ち、ここまで並んでると45分かかるそうです。うわ、恐ろしい。他のお客さんとは混じらずに乗車するみたいな。はいはい、じゃあ乗ります。おい、来ました。あれ、でも全然歩いてる足跡が、あ、一人ぐらい？すごい、これあの全然足跡がない。初めて。いやいや、初めてですね。嬉しいけどラッセルとかないですね。とりあえず一人が行ってるから。いや、いっぱい行ってるって言ったから。その後にもう一回引いたんですかね、もしかしたらね。うん。確かにね、朝いっぱい来てたって言ってたから。皆さんこんにちは。山岡でしょうチャンネルの白鳥です。今日は、3月15日、金曜日です。平日です。はい、雪山に来てますが、この山はどこでしょうか？はい、この山はそうです。あの山です。谷川岳に来ております。時間がですね、今もう9時半ぐらい、ですね。今日はですね、はい、僕白鳥と、あとですね、山友で、1年前にもですね、この山で一緒にご一緒した、ヒロさんですね。もうすでに、はい、登って行ってますけど、今日は2人でね、山頂を目指したいというふうに思っております。はい、谷川岳はですね、結構最初に急登があって、はい。で、まあ、途中ちょっと緩やかなところがあって、で、最後にまた、小屋の手前が急登っていうですね、結構、初心者向けっては言われてますけど、体力的にはかなり、はい、難易度が高い山かなというふうに思ってますので、若干ちょっと緊張しておりますが、はい。めちゃくちゃいい天気なんで、はい。そこはですね、すごく今テンション上がってます。で、風が強い予報でしたけど、風もね、今はそんなに、はい、吹いてません。山頂の方はちょっとわかんないんですけど、山頂までですね、だいたいコースタイムで行くと2時間半ぐらい、を予定をしておりますので、12時までには、到着するかなっていうふうに思っております。はい。では、行ってきます。はい。登り始めてまだ5分ぐらいしか経っておりませんが、はい、すでにもう息が、上がってます。今若干緩くなりましたけど、またね、この先、今ヒロさんが登ってるあたりからまたさらにぐっと登ってますね。で、もうね、今この辺風が全然ないんで、ものすごく暑いです。はい、ピーカン、めちゃくちゃ焼けそう。はい、さっきですね、ウィンドシェル、スタート時に脱いで正解でした。今ですね、僕の服装は、ベースでジオラインのシャツと、で、その上にウィックロンの、ロングスリーブのシャツ、そして、この薄手のシャミースのフリースのみですね。はい。風が当たると若干ブルッとしますけど、もうね、
風がないと暑いです、はい、それぐらいすごくいい天気です。あ、この辺めちゃくちゃ急です。あ、暑い暑い、風が欲しいですね。バラクラバも今してますけど、もう脱ぎたいけど脱ぐとめちゃくちゃ日焼けしそう。もうちょいですね、はい、頑張ります。あ、正面に一人歩いていってる。でやっぱりそうですね、天狗の踊り場あたりの上と下の方に登山者がいますね。あ、でももう山頂付近まで見えてる。行ってる人いますね、もうね。早い早い。わあ、いや、ほんとモフモフの雪で気持ちいい歩いてて。遠くに関越自動車道のトンネルが見えてます。一つ目のトンネルですね、はい、あれすごく小さく見えるんですけど、実際はですね、マンション10階ぐらい建ての、高さがあるそうです。あの下を車が走ってるんですね。ああ、眩しい。はい。もう、風がね、さっき一旦ピーク踏んだとこは風があって、もうそこで一気に寒くなったんですけど、やっぱり、その後、風が当たらないとですね、暑くてしゃあないです。もうバラクラバ抜きました。あ、でも脱いだら、風若干ありますね。少しあって、はい。今この辺に風が当たってすごく気持ちいいです。はい。でもじっとしとくとすぐ寒くなりそうですね。はい。じゃあ、頑張って、登っていきます。おっ、おう！今ですね、ショーピーク、トラバスして進んでますが、ここは結構右側が、崖になってますので、結構な斜度があります。足元ね、もつれないように注意が必要です。わー、狭い。熊穴沢避難小屋、屋根が出てます。去年と比べても全然やっぱり雪が少ないですね。全然普通に入れる感じですね。はい、今避難小屋通過して、まだ歩き始めました。ですね、まあ、暑いんですけど風が吹くとですね、一瞬で寒くなるんで、ちょっとやっぱりもう一枚羽織った方がいいかななんて今迷ってますね。今日はちょっとレイヤリングが難しいです。今からですね、急登が待ち構えてるんで、絶対暑くなることは目に見えてるんですけど、風がどうかなって感じですね。すごい急です。で、ここはまた風がないから、すごく暑いです。もう風が吹くとね、一瞬で寒くなって、もう風邪ひきそうですね。もうブルって、寒いみたいな。こういう時はどっちに合わせた方がいいんだろうな。
今はね、もうこれ一枚フリース脱ぎたいぐらい暑いです。でも風が吹くと本当に一瞬で寒くなるんですね。困ったな、はあ、汗はかかないように、はい、汗かいてるとね余計寒いからと言ってもね、これ汗かくわ。どっちにしても。登ってきた登山道ですね。で、奥の方正面見えてるのが赤城山ですね、はい、だから右側の方はあれ春名山ですね、多分ね、あれがねかな、いや違うかな、はい、天狗の泊まり場到着しました。今12時ちょっと前ぐらいですね。ロープウェイの山頂駅で10時半ぐらいでしたね、はい、時間確認してなかったんで、だいたい1時間半ぐらいで天狗の泊まり場に到着です。でここから、はい、次の肩の小屋、そしてなんだ山頂の駒の耳まであと50分ぐらいですかね。はい、天狗の泊まり場通過してます、はい、でこの大きいですね木が埋まって上の方だけ出ているところを今通過してます。なんか不思議な感じですね。わあ、すごい真っ白。うわ、そこスキーで滑ったら気持ちやろな。真っ白、右側の方。はい。歩けないでしょうね、多分ね、スノーシューないと。今ちょっとルートを外れて真っさらな新雪の上を登ってますけど、すごく気持ちいいです。ヒロさんもどうですかって誘ったんですけど断られました。横から見ると角度がよくわかる。はい、最終肩の小屋の取り付きまで来ました。ここが最後の急登です。あー、すごい登ってる、壁みたい。
少しです。あと少しで肩の小屋、はい、行きます。もう一踏ん張り。肩の小屋到着しました。はい、おーすごい、エビの尻尾が雪の神殿みたいになってます。寒くなりそうなんで準備します。ボロボロ怒られますね。怒られる。さあ行きましょう。肩の小屋で少し休憩ですね、はい、で山頂の方上がると多分風も強くなると思うんで防寒対策もしました。今12時40分くらいですね。山頂目指して行きます。もうあと数十メートルで山頂です。じゃあ